ケンプチャンネル。狭い裏にはケンプの薪。コロナの影響で庭ケンプが流行ってるみたいですね。ということで、臨終ケンプでござる。と言ってもケンプごっこなので、テントには寝ませんでした。猫の額ほどの西側荒れ地、無理やりテント張ったでござる。チャンネルフフフのお宅訪問。いい玄関ですね。テントの中みたいですね。ていうか、テントです。閉鎖空間、何か落ち着きます。では早速火の元注意で夕飯作り。炊き込みご飯メラメラ。味はともかくひとまずできた。おかずに豚肉少々とウインナーをいただきました。豚さんに感謝していただきます。野菜は実家でいただいたもの。ご飯は5枚がたーくさん。結果1000円以下のバーベキュー。少しでもキャンプ気分が味わえたのでよしとしよう。こうして、チャンネルフフフキャンプ場の夜は更けてゆく。月が綺麗。センチメンタルジャーニー。ご視聴ありがとうございました。来年は笑顔で迎えよう、東京に。